皆さんこんにちは。写真家の萩原和之,之です。えー、今回シグマのこの CP プラスで、えー、昨年末発表になりました I シリーズの話を私はしたいなと思っております。I シリーズもご覧になりましたか。あのー、19年にですね、えー、シグマの FP とともに出されましたあの45ミ、mm、リの2.8あの系譜ですねそのままあ受け継ぎまして昨年末35ミ、mm、リと65ミ、mm、リ そして今年になって 24mm と発売されラインナップ揃ってまいりました i シリーズこの話をです、ね、まますまずは、ね、i シリーズってそもそもどんなものなのかというお話なんですが。 45ミリがちまたで、えっと、多く見ることがありますので、えー、どんなものかというのを、ね、想像できる方は多いんじゃないかと思います。えー、実際、ですね、えっと、私自身も45ミリ今つけてますけれども45ミリ、このように常用しておりまして、えー、この形ですねそのままあのおになってます、えー、24ミリ今こ,こ出します。けど24ミリ フードがいいので、ね、ちょっとつけっぱなしにしちゃってますけども24ミリ、それから35ミリ、35ミリ、ね、またあとでお話ししますがこれですね,これね、はい、35ミリ、ね、それから、えー、65ミリ。 と3本揃ってますこれがですね、えー、i シリーズラインナップになりましたので、えー、この話ですね、えっと、私自身の 45mm のお体験もですね、えー、交えながらお話しして,おしていきたいと思っております。えっと、そもそもですね、えー、i シリーズどんなコンセプトなのかっていうと綺麗、えー、いな、ね、絵を撮れるだけではなくて、ね、自分らしいスタイルっていうものをね、えー、確立しながら道具と そしててののの所有欲とというんでですすすれを満たすためのものだとえ考えているようですえと実際にですね 45mm もそうですが共通していることなんですがえ金属削り出しのこの金属感質感ですよねヒヤッとした質感であったりとかえ金属がゆえのこう心地よい重さみたいなものとかあとはあ絞り感含めですねこのリングのですね え操作性だけではなくてこの溝もね含めた操作性とこの感触っていうんですかねそれともちろん写りはですねとても上質でクリアものすごくこうシャープさを引っ張った感じではなくて見た目にナチュラルに写るその上品なまあ上質な今ここで「上質な」って書いてますけど上質な絵を提供してくれるそうした ああ何ですかねえっと多くの方がどの方が撮られてもどんなジャンルで撮られても、えー、撮ることに満足持つことに満足っていうことをですね考えているようです、えー、実際私自身がですねこの4本先ほどから紹介してます四本を撮影するにあたって同じようなことを思っておりました。 はいえー、先ほどからお見せしてます、僕はですねアルファのこれ、今ないんですけどアルファ系につけておりますけどもあ持っていてこうなんですか、ね、操作する気持ちよさっていうんですか手にしているよさっていうのが伝わってきます。 そんなものです、ねえっと皆様方にもぜひぜひ実感していただきたいまだ4 5ミリを、ね、お持ちでない方あこれから i シリーズどれか1本買ってみようかななんて方ですね、えー、にはあ特にこのなんとか手に持った感じんですか外観というんですか,、えー、うですかこういったものをね、えっと、含めながらあ作例も見てもらいたいなと考えております。はい あまりね喋っていても,もう早く見たい作例を見たいっていう方もいらっしゃるでしょうからね、まあ、パッパッパッと、ね、進めちゃいましょうまずはですね、えっと、全てのー IC 図全てに言えることはまずはコンパクトであることですよねミラーレスっていうのは、えっと、そもそもが小型軽量でそれをおーそれが最大の武器ですよね良さでありますで,ですけどもおレンズそのものが大きくなってしまうとアンバランスになるだけではなくてせっかくボディが小さいのに レンズが大きいから持っていくのやめようかなって億劫になってしまうってところがなんか本末転倒な気がしますそういう作品を撮るのは別ですよそのレンズを使って撮るのは別ですけどもそうではなくてミラーレスが故に手軽に持っていきたいとかいつでも持っていきたいと考えたときにもっとレンズが小さければいいのにと思った方多いと思うんですね、えー、そういった欲を満たすと言えるんじゃないでしょうかなんせやっぱねカメラっていうのは持ち出してなんぼです 持ち出していって初めてシャッターチャンスに出会えます持っていく数が多ければ多いほどシャッターチャンスに出会えますよね、えー、そういった意味でですねこのレンズっていうのは持ち出すこと苦にならない、うん、苦にならないっていうかねちょっと言い方があれですけどもうん持って行きたくなるって言った方がいいですかね、えー、そんなあレンズですぜひぜひですねえっ、ー、と手に取ってそして自分のカメラにくっつける機会ってあると思うんでくっつけてみてお これだったら自分のバックに入るなとか、私ならえっと持ってこれでもこれなら持っていけるなみたいなね。えっと、実感が持っていただけると嬉しいです。では、早速ですね。えー、焦点距離短いものから紹介していこうかなと思ってます。えー、手にしております。この 24mm の3.5。このお話からしたいなと思います。はい、i シリーズのですね。今ラインナップは4本です、えー、24mm から3、mm。5mm それから4、mm。5mm 6。5mm。 この4本です、えー、全部持つとですねとても迷います障子なところねどんなものを撮ろうかななんてね、えー、思ってしまう自分がいますですけどねやっぱ一つ一つですねレンズに個性がありましてそして自分のしっくりするしっくりくるかしっくりくる画角がありますその時その時の気持ちに応じてですね今日はこれにしようかなとかね えー、今回はこれを二本持って行こうかなとかねそんな感じで私は楽しんでおります、えー、まずですね先ほど申しました通り二十四ミリのお話をしていきましょう二十四ミリはですね開放値三点五です、えー、あらゆるシーンで自由な広角レンズということをね謳っております、えー、先ほど来からね私が手にしているのがこの二十四ミリですとにかく小さいですよ小さいですで、えー、これだけ小さいと 荒っぽい話ですけどポケットに入れといてもいいかなって思わせます、まあ、金属の、ね、外観でとても強くできておりますので、えー、このまま、ね、こういうふうに入れとこうかなと思わせてくれるようなレンズです。これ1本あるとです、ねえー、広い画角、もうまずこれ1本でいきますしそれからこのあと出てきますけれども最短撮影距離が10センチです10センチって本当にこれ,これくらいでレンズ当たっちゃうんじゃないのというぐらいこれくらいになっちゃいますよね。 そこまで撮れる、えー、無限遠から当然ですけど1 0ンチまで自分の表現のなんていうんですかね、えー、絞りの幅ではなくて自分のこのステップワークの幅っていうものをね大きく撮ることができるとてもあの魅力のあるレンズです、えー、特にですね、えー、我々、まあ、僕ポートレートが多いですけれどもスナップに限らず例えばなんていうんですかね山登る方とかね えー、とてもこうカメラ以外の荷物が多い方っていう方いらっしゃると思うんですけど、そういう方に言われてものすごい強みになるんじゃないでしょうかね。これ一本入れておくだけで広角取れますからね。はい。四、えー、本共通していることはすべてクリアーなあー、クリアで上質ですね。クリアで上質なあ絵を提供してくれます。とてもすっきりした絵です、えー。癖があるかって言われると僕はそんなに感じませんでした。ボケ味はとてもですね。えー ナチュラルです。それはすべてのレンズ共通に言えました。操作性はとにかく抜群ですよ。軽いんでポン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 持って歩けます。やはりですね、えっと24ミ、mm、リという画角はですね、とても余裕があります。それとですね、もう一つフルサイズ対応だっていうのはああってますけど、別に APS-C の方使っていいんですよ。えっとこのサイズですと6000系とかね。 5000系とかもまあソニーの話ですけども、アルファの6000系とか5000系とかにもですね、とてもフィットする、えー、APS-C だと35、6ミリってところですか。ちょうどこうスナップとして使いやすい画角になりますよね。えっとちっちゃいこのレンズをつけておいて、えっと散歩に出かけてもいいし、ちょっと旅行の時にね、旅行の時って広いの欲しくないじゃないですか。ちょっと欲しくなりますよね。で、その時に対応できるんじゃないかなと思います。 えまあ僕もねポコポコ歩きながらこう目にした写真っていうのを今皆さんにご覧頂い,いてるんですけどもあのカメラ1個ね持ってつけっぱなして,て2 4ミリっていうのは広いですからねえとどこまで入れるかっていうところが自分のお何てか写真のこう作りの見せどころなんですけれどもまずはですねもう距離を取りながら。 広く取るけれども、なぜ10センチまで寄れるという強みがありますから、もうちょっと近づいちゃおう、もうちょっと近づいちゃおうっていうね、えー、気持ちに余裕が出てきます。F もですね、とても早いです。えー、動いているものを、まあ今見てもらっているのは子供がこう掻き上がっているところですけども、えっ、ー、とよく追いついていきます。はい。えー、面白い看板とか文字があれば広く捉えたり、ね。えー 雰囲気を含めながら絵を作ってみたり、ねえー、建物の一部をです、ね、部分的に切り取って少しこうデフォルメしてみたりとか、えー、広角レンズのです、ねえー、広がりというものを大いに味わいながらあ見るもの見るものっていうのをです、ね、自分なりのお絵作りに変えていくというのはとても楽しいことかなと思います。えー、これれ夕方の絵ですけれども、えーその なんていうかな色そのものっていうのは大げさに出るわけではなく先ほど来申してますとてもクリアーな絵を素直な絵です。で、えー、僕自身ねこれはホワイトバランス変えたりとかしてるので、えー、その夕方の赤さっていうのとか空の青さっていうのがあより深く出るように変えておりますが、えー、クリアーだからこそ自分の求める絵に持ち込みやすいという。 特徴があるのではないかと思います。今これご覧いただいている絵っていうのは、あもう本当に日が暮れる寸前でちょっと間違うとですね、もうあのフレアとか出てしまうような状況だったんですけど、逆光にとても強いです。それはすべてのレンズ共通に言えます。はい。えー、やっぱ空をね入れ込んで見たり楽しいですよね。海と空をねこうスパッと切り取ってみたり。 あ、ご覧いただいている通りですね。あの、とてもこう青も際立ちますし、何とにかく何言ってもいいですけど、透明感がすごいです。はい。ね、あるもの空、えー、海広く広く捉えていけるレンズです。これもね、えー、逆光なんですけれども、破綻することなく、とても綺麗にクリアに出てます。まあ、拡大してご覧いただけないのがちょっとなんですけどもね。はい。 見るもの見るものこのようにね一部切り取るっていうのも得意です。距離詰められますからね。見える姿っていうものをこう全体像を見ながらですねあ。ああそこの部分のポイント色面白いな。その時にねこういう絵を撮ってみるのはいかがでしょうか。撮れますからねボケみあの見てもらいたいんですけど開放なんですがえ後ろこう滑らかにですねなだらかって言うんじらかにボケていく様がわかるんじゃないかなと思います。 はいえー、それでいてです、ね、このピント目合っているこのサビの部分もきれいにこうなんですか、ね、忠実にリアルにっていんですか、えー、出ているのがお分かりいただけると思います。えー、最短撮影距離は先ほどから申してます約1 0ンチです、約10ですね、えー、本当にもうついちゃうところです、本当にこうもうついちゃう、えー、こういうテーブルフォート大得意ですね、もうここまで寄れますからね。えー、まあ SNS 等に載せるんでしたらクロップをしてもらって、それで三十五ミリぐらいで使って撮られるととても使いやすいんじゃないかなと思います。まあ今ご覧いただいている写真はあの二十四ミリそのままで撮ってますけどね。はい、自由にね動かせますからねこれだけでもあの写真を表現する上では大きなアドバンスですよね。はい、ハスも撮ってます。 近くあまり近く行っちゃうものですね、えっと、虫が逃げちゃうんですよ。それなんでねいや、ここら辺までしか寄れないなーなんて感じで、えー、撮ってみました。実はもっと寄れるんですけどね、虫逃げちゃうんですよね、やっぱ広角ですね、寄らなきゃいけないですからね。けど、マクロレンズとは違う、また別の楽しい絵になりました。広角を、ねえー、寄って え背景ぼかしながらも広角らしいこう広がりがある絵というのはとても楽しいですよね。はいえー、ご覧いただいているとおりぼけはとてもですねえっと滑らかです。はい、こうしたねえっとピシッとした絵も絞ることで捉えられますうんなんか大地の広がりみたいなものを感じさせるようなシーンだったのでそれを強調するように撮ってみました。 はいえー、こんな感じで 24mm、ねえっと24ミリっていうのはあこう見た目よりも広がりがあるものが撮れるそれはお分かりいただけるかと思うんですけれども、えっと、それ以上にです、ね、このレンズが捉える、えっと、クリアさとそれから、えー、小さくてコンパクトが故にこに距離を気にせずこう動き回れる、えー、面白しろさというものを備えております。 でででではははすすすすね、えー、次はですねね次 35mm 35mm の話をしていいいいきたいなと思います35ミリうるさいですよ僕は、ねあのー、もう周知していただいてるんじゃないかと思うんですけど僕はもう 35mm 標準節を唱えてるもう何年もここでも言ってますけども 50mm じゃなくて 35mm じゃないのスタンダードはと、えー、伝えてるくらい 35mm うるさいそのうるさい僕がですねこの 35mm 今回そういう厳しい目で見てみました。 ああ F2 ていうもう 35mm で F2 ていうところがとてもくすぐるんですよね、オードレンズファンの方々はねとてもこう心躍るスペックですよね、35mm の2でスナップ取ってみたい、ちょうど使ってみるにはいいんじゃないかなっていうねあのスペックでまあいいものを作ってくれてますえ外観はですねえと共通して言えるこの金属削り出しのですね高級感あふれる外観です。 ちょっとここでね先ほど話しなかったんですけどキャップの話しなきゃいけないマグネットでつくよっていうのはですねホームページでも書かれてますしもう使った方いらっしゃるんじゃないかと思いますとても楽です、これ僕もレンズによってです、ね、使い分け実はしていて私フィルター派なんですよフィルター派なんでフィルターつけてるとねこれだとつけにくいんですけどもフィルターつけないレンズっていうのも中にはありましてこの 35mm とこのあと出てくる 65mm は僕フィルターつけてない。 フィルターつけてないのでこれ使っております。これでパチンって感じで使っております。はい。えー、35mm はですね、えー、と 45mm もちょっとちょっと大きい感じですかね。ちょっと大きい感じ。こんな感じですかね。ちょっと大きい感じです。はい。この 35mm ですね、えー、私の厳しい目で見てまいりましたので、ちょっとここから作例をご覧いただきたいなと思います。 まあね、必ずしもね、え、三十五ミリというのはね、あの、まあ、作例だから、開放で撮ってこいよ、ね、開放ばっかり見せてくれよ、っていうね。そうばっかりじゃなくて、どれだけね、えっと、面白みを伝えられるかっていうのは、僕の使命だと思っております。え、三十五ミリっていうのはね、えっと、皆さんご存知の通り、とても汎用性の高い焦点距離で。え、巷にもたくさんありますよね。 それだけ 35mm というのは写真を何ですか趣味にしているもしくは仕事にしているみなみなを魅了する画角ですですから撮影しながらですね当然その画角っていうのはともかく当然なんですけどもオートフォーカスの速さでしたりそれからあと色の出方とかもちろんそのボケのチェックもしてまいりました。 24名の際も申しましたが、共通して言えるそのクリアさっていうのがあります。それから、えー、上品な画質だよっていうのもここで伝えられると思います。えー、なんていうんですかね。とにかく小さいっていうのは共通していることなんですか。小さいんで。 こう僕自身はあのカメラにですねもう本当につけっぱなしでカメラバッグにとか入れないでつけっぱなしでぶらぶらしたりとかもう本当にこう肩下げてたりとか手にこうや持って歩いたりとかして,るして撮るんですけれども本当に苦にならないですね、えー、つけてるのを忘れちゃうぐらいそれぐらい苦になりませんでしたそれでいて 35mm あ 35mm の画角だなパッとこう捉える、えー、こうすぐに こうな感覚的にパッてこうカメラをパッてレンズを向けられる、えー、そんな、こうなんて言うんてですかね、えー、さあ今から写真撮るぞっていうような構えた感じではなくて今、見てるものを 35mm の,の画角で見てるものを吸ってたらこう目のところでパチャってシャッターを切ったようなそんな感覚でした。 えー、見てるものですね先ほどの雨の写真ですけどこう夜歩いてて見,あの見える街灯をね影を撮ってみたりとかああモンキーだと思いましてですねあの質感がいいなってこっちを寄って撮ってみたりとかもう見るもの見るものを自分の目で見てるその,その部分っていうのをあってすぐ構えられるようなこんな感覚です、ねえー。散歩しながらですね ああ梅が咲いてきたなパシャねもう本当にそれが楽しい三十五ミリの大きな魅力で、えー、こうやや誇張があるものの二十四ミリほどではない大きなこうデフォルメがあるわけではなくてかといって、えー、と標準レンズよりも少し広く取られ取られられる,られるそれは我々見ているこう人間の目とだいたい同じくらいになるんじゃないかなと僕は考えております今両目で見ていてあこれぐらいのこれぐらい入っているといいなっていうのね。 そんな感じですよね。三十五ミリっては。え、私はそういうふうに考えております、えー。み、見るもの見るもの、だから楽しくてすぐ。こうで、パパシャッターを切って、てしまいます。えー、ボケ目はね、えー、と、これでもわかりますけど、後でもわかりますけどね。ボケ目はとても、あの、滑らかで、えー、と、素直です。はい。あの、この後、あの、天候源も出てきますけどね。えー、と、暴れることなく、とても綺麗な、あの、丸になってます。はい。これね、見た、見て、あ、こう、なんですか。 地面にこれ多分あのなんだっけレンガじゃなくてなんだっけ植木鉢だ植木鉢割ったのかなんかわかんないけどそういうタイル割ったのかそのザラザラって置いてあるんですけどそれただそれだけですよねそれだけなんですけども写真撮ってみようかなって思わせてくれるでそれは 35mm だからこそあこれで撮ってみようかなこういう風に撮ってみようかなって思わせてくれるんですよねそれがそれより長いレンズだとこの見ているものの この部分を切り取ろうかなって感じになるし広いレンズだとあここまで入っちゃうなっていう配慮をしなきゃいけないじゃないですか 35mm はそこがなくパッて見たものを素直に取れる、えー、そんなあ気持ちにさせてくれますはい。えー、あここで天候源出てきてますけどもお隅の方も暴れることなくですね綺麗なあ円形をお作ってくれてますそれから、えー、なんていうんですかね これすごい最短撮影距離に近いところで撮ってるんですけれどもえーですか十分な4 5ミリだと話しますけど4五ミリはにじみが出てくるんですけどそれもないこうクリアーな絵でした。はい、でまあ3 5リね標準説とか言っている私ですからね当然ポートレートでもね見てみたい気持ちになりましてえちょっとこう一緒にお散歩しながら。 シャッター切ってみました、はいえー。特に構えてもらうこともなくあ、もしくはですね、なんか適当に彼女がやっているところをこっち側がこうなんていうか横からシュッシュッって撮るような感覚で、えー、撮っております、はいえー。気持ちよくね、えっ、ー、とシャッターが切れるうなっていうのが実感です。えー、画角的にもですね、35mm ってとても撮りやすい。例えばこのこういったーシーンっていうのも、えー、見た目にとても素直で。 ボケ目見てもらいたいんですけども、こう何ですかね、大げさなボケがあるわけでなく、人間の見た目素直にこうスーっとこう溶けていくような感じがわかるかなと思います。まあこういった絵はですね、奥に行けば行くほどボケが大きくなっていくので、えー、見やすいんじゃないかなと思います。はい。ね、こういう路地のね、ちょっとパって立ってもらうにも35ミリってぴったシはまりますよね。座ってもらうにも50ミリではちょっと短い。 アップアップになっちゃう。二十四ミリだと墨、えー、が気になるね。こうちょっとこう足の形がとかね、えー、顔の形が気になってしまうようなところをね、三十五ミリだとここですすってはめられますよね。俯瞰で撮ってみたりですね。ね、まあ俯瞰撮りたくなりますよ。 軽いんでねでちょっとこう度逆光でちょっといじめてみたりとかしてみました、えー、もう後ろから日がドーンと当たってる状態でなおかつレフなしで撮ってみたんですけども、うん、あのとてもこうなんていうんですかね丸みがある絵でうは,はたんはないです。なんていうんですかねカリカリした感じもなく尖った感じもない、うん、あのとてもこう日本人好みのおまろやかな 絵なんじゃないかなと思います。特にこれ逆光の時はそのこう実感させてくれましたね。はい。いかがでしょうかね。はいえー、素直なネポートレートこんな感じなんじゃないでしょうかね。えっ、ー、と背景当然こう35ミリでしかも後ろのところ近いのでそこまで大きくボケるわけではないんですけども、えー、モデルさんがこうスーッと際立ってくるのはわかりますかね。 えっとそれはですねボケがなめらかで暴れることがないからなんですねそのボケの大きさとかおうんとすごく大きくボケてるっていうところではなくてボケが綺麗かそうでないかっていうところでえっと分かれる見え方なんじゃないかなと思いますこう上取、えー、りたくなりますよ軽いからでそのままえオ、ー、トフォーカス歩いてても追っかけてくれますからねまあこれくらいだったらもう普通に追っかけてくれますね。 結構こだわったんですよこれ実は <laughs> あの、えー、こう彼女がですねまあもう夕方だったんですけど母って一息ついてるんですけどちょうどね下校時間だったんですね。それなんでまあたまたま歩いてきてくれた小学生の女の子う横切っていったのでちょっとこうね時代をつけるようなちょっとこう自分今の自分とその頃の自分のをこう照らし合わせるようなあ 絵になればいいなと思ってこの絵を作ってみました。これだけはですね、ちょっと待っててって、ね、あのお願いして撮っています。はい。まあ彼女はねあの後ろの小学生がどの位置にいるかなんてわからないので、えっと僕自身が待ってね待ってね待ってねはいって感じで、ね、撮ってます。 えこういったねこうテーブルを挟んでのちょっとした撮影にも3 5ミリいいですよね、料理のも入れられるし背景、こういうお店の雰囲気もちょっと入れられてねえこれが5 0ミリ超えちゃうと本当に彼女の顔だけとかなっちゃうところをこう雰囲気をすべて伝えられるしかもこう大きなこうデフォルメをせずというところがあ35ミリいいですよねはい僕は天候圏どうでしょうかね。 こ隅の方ですからこんな感じですけど待ちかどい、はいねえー、街角行って気になったところ一部切り取るこれです、ね、全部入れようと思ったら24先ほどの 24mm が登場なんでしょうけど、えー、一部だけだけどお,おそらく短いレンズだとこの白いところしか取れなかったでしょうですけども 35mm だからこそここら辺まで写し込める、ねえー、よって、えー、とこう一部だけを取るこういうのもとても面白いです。 フットワークを、ねえー、っとこう短い2 4ミリほどこう大きな動きというのはないんですけどもお自分のフットワークで取るにあたってうん一番自分が足を動かしているなって実感させてもらえる画角ななんじゃないでしょうかね、はい、それともう一つです、ね、ここで書かせてもらったんですけど、えー、アスペクト比をです、ね、1対1にして。 あのスクエアにして撮るの僕大好きなんですよもともと 6×6 番って中盤のフィルムが大好きだったので、えー、スクエアっていうものにとてもなじみがあるんですけどもこの 35mm をです、ねえー、つけて、えー、スクエアにして撮るとですねもう見事なほどにこう標準の画角にぴタたりとはまります、えー。その際はですね僕はこうアルファで使ってますけどもアルファの時はこういうふうにですね えっと液晶モニターをこ起こして、こう上からですね、こうって覗くような感じで、こんな感じで撮っております。あのいわゆるウエストレベルと言われている状態ですよね。えー、この状態でそって撮っていくのはですね、もうたまりません。レンズちっちゃいですから、何ですか、こう周りも気にせず、周りにも気にされず、スッスッと静かに撮っていける。で、しかもこうやって下向いてますから、周りの方々に。 えと写真撮ってるよっていう,こう威圧感を与えることもなく自分が撮りたい時にこの液晶で見ながらですねちょっと撮れるこれいいですよなんかこう大人の上品さが伝わりますえ僕が大人って意味ではないですよそうやってこうやってる構えとかですね一枚一枚こう撮っていくすがすがしさっていうのかな撮った後のなんか充実感みたいなものがあります。 6×6 番というのはもうける六番ってこうスクエアね1対1はもう簡潔な世界で正方形の中に取りたいものをズバッと入れ込むっていうのがえっと王道ですからえぜひねやったことない人やってみてくださいよね1対1で取ってみてください FP でもやりますでしょこう一対一でねどうでしょうかねモノクロもね気持ちいいですよこういうふうにしてね 6×6 番に取るとなんともは情緒がありませんかねえ えー、低い位置からねウエストレベルで取ってますから低い位置から取れますからね、えっと、こういったシーンも大得意です、えー、自分のアイポジションだけではなく低いところから取ることで、えー、自分の今見えている3 5ミリの画角以外の違う世界が見えるかもしれませんよ、えー、それもやはりこう軽いから小さいからできる、えー、技なんじゃないでしょうかね、はい、ではですね3 5ミリまでお話ししましたので今半分やっておりました 次は 45mm はですね今回のこの i シリーズもう先に、ね、出てたレンズですよね、えー、FP とこれがマッチして出たとき、衝撃でしたよね、フルサイズでこんなちっちゃいのっていう、そのこんなちっちゃいのっていうところですね、そこがこの i シリーズの、えー、売りの1つですよね。 でえー、とそれを実感させてくれた、えー、功労者ですね、このレンズはね、45mm です。えー、45mm って言うとね、あのいやいや、50mm とかじゃないの、中途半端じゃないのなんて思われる方、いらっしゃるかもしれませんけど、実は 45mm って、歴史が古くて、えっと、フィルム時代のいわゆるコンパクトカメラ、一般向けにね、えー、登場した、コンパクトカメラはね、多くはね、38mm から 45mm ぐらいのレンズがついてました。 それだけですねファミリー撮ったり旅行、ね、行ったりとかスナップ撮ったりどんな時にも使えるよっていうとてもですね懐のおですから僕自身 45mm っていうものねもともと好きな画角だったのでこれを入手した時においよいよ 45mm 使いやすいの出てきたなとお記憶しております。 私自身、これですね E マウントも L マウントも所有しておりまして L マウントは当然 FP につけてますから E マウントこれはソニーにつけてますけどもキャップ代わりに僕はこれつけっぱなしにしてますこれを α9 につけていることが多いですねとにかく持ち出すのに、まあ、このレンズとそのカメラつけておけばなんか映るわけですからこれでもう全部撮っちゃえっていう気持ちにさせてくれますそんなレンズです。はい、変えとかななきゃいけないけ はい45秒ですねもうあの絵からしてです、ね、こうですすねこううよも常につけっぱなし、ねえー、もう自分のご飯、えー、お昼ご飯ね、えー、ランチ行きませんよ仕事の間に食べるっていうぐらいですけどね、えー、とそ,うそういったときとかあとはまあ、えー、散歩ぐらいはしますから、えー、子供連れて散歩したりとか家内連れて散歩したりとかそんなときにですね、えー ひょいってこう持っていくのに、いつもつけっぱなしにしていくそして、とても満足させてくれるレンズです。はい。四十個目に関してはね、えっと、もう先に出てるレンズですし、多くの方々が、いろんなところで語られてるんじゃないかなと思います。えっと、評判については、えー、もう今更言うまでもないような、気がします、えー。とてもこう、なんか、通好みでありながら、初心者にも優しい。先ほど申しました懐の。 こう深いレンズですので、えー、焦点単焦点のレンズ初めて持ってみようかなって方にもおすすめですこのレンズね小さいっていうのはまず一番ですよね。はい。えー、散歩しながらです。えー、こう気になったところとか目についたところをこうテッポッてこう切り取っていってます。はい。ねああなんか自転車とかなんかこう看板置いてあるなくらいでああっていう感じでパシャです。はい。こういった日常の何気ないところを。 気持ちよく切り取っていいけるそんなな画角じゃないでしょうかねこういったこともあの行ったお店の看板猫ちゃんがいたからただパシャって撮っただけですけどもた,だただ撮っただけっていうところもそのカメラとそのレンズがなきゃ撮れませんよね持ち出せるからこそ撮れるわけでその持ち出すっていうにあたって一番馴染めるレンズなんじゃないでしょうかね。はい よってよしです。あちなみにえっ、ー、と最短撮影距離はこれ24ミリですけど、えー、20ミリです,すみません24センチですね24ミリまで揺れてないことになっちゃいます24センチですが、えー、45ミリという画角で24センチはかなり寄れます。 えー、多くの50ミリクラスでだいたい短いものでも40センチか標準だと45センチくらいですかねえってことを考えると、えー、さらに20センチ縮められるというのはどんだけすごいかが想像つきますでしょうかね,、はい、ね散歩中ですよ散歩中に光がそこさしててあって思って撮る。 これあって思って撮る気持ちよさありますよね。先ほどの三十五ミリはえっ、ー、と両目で見てるその光景をパシャって撮ってくる感じですけども、四十五ミリになると人間っていうのはこう注目したその部分だけにピントがあって他はボケるようなねそんな認識がありますけど、そっちに近い感覚ですね。はい。ね。だからこうて地面を撮るのもモニュメントを撮るのも、えー、なんあの大きな誇張もなく えー、そこだけを切り取っていくっていくう感じですね、はい、いかがでしょうか、ね、こうこいったのも散歩中なんですが散歩しながら「あ桜咲いてる」ね、パシャって撮ってみようかなって、えー、今これ F8 になってますけどこれ28だと後ろボッキョボッキなんですよ開放のね、えー、桜を見せたいから8まで絞ってますけども、えー、絞りのコントロールっていうのはですねも、えっともとその F 値が明るいものっていうのは。 後ろを大きくぼかせるってこともありますけども、えー、一番の売りっていうのは、えー、絞りの変化の幅が大きいことでそれに伴う表現の幅が広くなるってこところですよね。えー、2.8、えー、の絞り値なんですが、えー、寄ればです、ね、当然大きくぼけますから私自身は、えー、2.8だからああ何だよもっとぼかしたかったな っってていいうシーンにはほとんど出会ってないです、はい、えー、それよりも先ほどから申してます小さくて済むやっぱこう開放値が大きいとレンズ大きくなるのが常ですからそれでも持ち出すのが嫌になっちゃうんだったらレンズ小っちゃくしといてやっぱ持ち出したいじゃないですか。持ち出すして こそシャッターチャンスによく出会いますからね、えー、今この写真見てもらっても F8 まで絞っててこういうふうな感じです、えー、後ろのね、えー、説明、えー、状況説明となるボケの部分というのを、えー、十分に出しつつ、えー、ピンとなっているう桜をこう際立たせる、えー、十分可能ですよ皆さんね、はい。猫ちゃんが寄ってきてくれたんで撮ったとそれだけですよ。 それだけですけど日常の一コマっていうのがあ気持ちよく映し出されていると思いますこれもこうカメラ下げててニャーってきたあパチャッですねこれですはい。ね、歩いてた川から夕日が綺麗だね綺麗ですよそこに変化はないんですいいんです自分が見ている光景を素直に撮る、えー、なんとも幸せなことなんじゃないでしょうかねそれもカメラを持ち出しているからですよねはい。 遊び行った先で写真撮ったりね、はい、ね、梅が咲いたなぁと思ってこう綺麗だなぁって持ち出して撮ってみる、えー、そんなとてもこう手軽なレンズですね。で、これ最短撮影距離24センチで撮っているものです。えー、ご覧いただけますかね。これですね、にじみが出るんですよ。これわざとなんです。えー、メーカーによってはですね、このにじみが家で綺麗にしてしまうもしくは 寄ると出てしまうからにじみが出てしまうんで最短撮影距離をここまで出さないっていうメーカーも多いですっていうかそれが普通なんですけどもここはあえてこのレンズはあえてもうにじみ出てもいいから寄ってしまえっていうスタンスですこのにじみがですねまた何ともいいんですよ、えー、寄って開放にしないと出ないというねこのにじみ、えー、ぜひぜひお持ちになってない方やってみたいでしょ、えー、このレンズで叶いますよぜひぜひやってみてください、はい、さて そうですね、いよいよ次 65mm のお話をしたいいと思います。すラストですね、はい、最,後最後ですね65ミ、mm、リ、えー、お話をしていきたいなと思います65ミ、mm、リやっぱね45ミ、mm、リに比べてちょっと大きい、えー、45ミ、mm、リまあこんな感じですよねこんな感じちょ,ちょっと大きいですよね、はい、まあ当たり前ですけどね、えー、開放値も2ですからね、えー 六十五ミリという画角焦点距離と思われます皆さん？六十五ミリでいいですよ。何がいいってポートレートね私はポートレートを主なあ戦場としている人間なので、えー、やっぱポートレートを撮りたくなります。撮ってみましたよ。そしたらですねそのモデルさんとの スタ何、まあ、て言うんですかね3 5、まあ、ミリが僕、ね、標準説なんで3 5ミリ使ってますけど3 5ミリだとやっぱちょっと寄らなきゃいけないんですよ。でまあこういうご時世です。えー、ちょっとこうあんま寄りたくないなって気持ちも心どっかにあります一応ね。特にスタジオでは、ね、寄りたくないない だけど今までのパターンだとじゃあ8 5 m m かなとか 50mm とか8 5 m m かなって 50mm じゃちょっと物足りないな 85mm じゃどう見ても長いでしょうもともとその 85mm ポトレートレンズって言われてるじゃないですかそれはあのモデルさんとのこう距離もあるし距離が取りやすいっていうのもあるし後ろのボケも大きくて際立たせやすいモデルさん際立たせやすいっていうところでそのようについてるんでしょうけれども。 やっぱり8 5ミ、mm、リってちょっと距離取りすぎてしまうところってありますそれに対してこの6 5ミ、mm、リはですね本当にまあいい塩梅ですよモデルさんとのこの距離感がえー、すごくこう気持ちよくこう対話ができるなん、えー、ですかねいいとってもいいうまく言えないな本当言葉でうまく言えないんですよぜひ使ってもらってああこの 距離感ってあるんだっていうのを実感していただきたいレンズです。これね。はいですから、これポートレートを中心にちょっと撮ってまいりました。はい。まあ、王道のポートレートを撮ってってます、えー。あ、ちなみにこの子の頭のところが緑色なのは実は後ろに木があるんですよ。でど逆光なので髪の毛の部分だけ残っちゃっただけです。えー、別に収差云々とかそういうフリンジ云々ではないです。他見てもらえればわかると思います。 先にとかないとね。あんなとこ派手に出てんじゃん違いますよ。はいね。寄ってみてね。はい、えー、なんつうかな？シャープ感はあるんですよ。シャープ感はあるんですけど。カリッとしてないって言うんですかね、えー、今のこうシグマのレンズの特徴なのかなと思ってます。えー すごく薄いピント面なんですけども、でもしっかりシャープさが出てるっていうんですね、そんな感じです。はい。えー、ここで寄っていくとわかわかりますかね。大きな今画面で見てる方はわかるんじゃないかなと思うんですけど、ピントが合ってるこの手前の、えー、と向かって右側の目ですね。彼女からすれば左目ですけど、向かって右側の目、えー、ご覧いただけるかなと思うんですが、ものすごいこうカリカリっていう表面ピシって感じではなくて、えー、自然にピントが合っている。 そのクリアーに乗っている感じですね、えー、お分かりいただけるんじゃないかと思います背景のボケとかもぜひ見てってください暴れる感じは一切ないです、えー、どちらかというとお滑らかに溶けていく状態ですねはい。 えー、いかがでしょうかね。ポートレートすごく使いやすいです。えー、彼女とのこう距離取りやすいんでね、えー、よってより引きっていうのがとても楽です。えー、かつ、えー、ぼかしがぼかしっていうんでぼけ、ね、を大きく大きいのね、35ミリや50ミ、mm、リもね。ですからこういう輪のですね、えー、とちょっとこう背景が近いところでも雰囲気を残しつつ、えー、ぼかすことができております。ね、はいこんな感じね、はい。 楽ですよちっちゃいんでね <laughs> ちっちゃいんで、えー、下から撮るのもとても楽ですあ僕はの液晶派なんで撮影がですね、えっと、先ほどの,の 35mm じゃないですけどモニター,ーこう見ながらですねこういううに見ながらこうやって撮れちゃうタイプなので、えー、こういうローアングル大得意なんですねローアングルこういうふうに撮るじゃないですかこういうふうに撮るので、えー、ちっちゃいレンズだととっても撮り回し楽なんですよね。はい てね、外出ていって、ね、動いてもらっても AF とても早くついていきます、えー、実際この後このダーッと走ってる時の一コマなんですけども、えー、ずっと、AF、は追いいけててくれてました、はい、あのですね実はこれヘアメイクさんにポーズつけてもらったんですよ <laughs> 実言うとこのポーズねあのー、僕自身はねあまりこうあざといポーズ好きじゃないんですよ いいかにもっていう、ね、二人はですね「いやいや萩原さん違いますよ」「女の子同士で撮ったらかなプチあざといっていうんですかねちょっとあざといみたいなのがいいんですよ」「ああそうかね」なんて聞きながら写真撮ってますこの写真撮ってる彼女とそのヘアメイクさんと僕との距離っていうのが本当にこうなんていうのかな近づきすぎず離れすぎずのこう会話をしながらの撮影ができるんですよ。 これもっと近かったら多分ちょっと声出しづらいもうちょっと大きくとかマスクしてても出しづらいし、えー、ちょっとかといって長い連座と離れちゃうので大きい声出さなきゃいけない、えっと、こうスタッフが一丸となって撮ってるっていう,こう連帯感から、ね、そ,そのこう連帯感を密ともならず、えー、離れもせずっていうのを実感できました。 背景どうでしょうかね、えー。こう通りの感じっていうのもよく出てて、えー、かつこうバタバタっとした感じはないですよね。からあと髪も一本一本とてもこう滑らかでしかも はっきりとくっきりと出ながらもパリパリした感じがないで実はこれとても意地悪なのはお分かりかと思うんですけどもシャドウ部とハイライト部どっちも混ぜてんですよね髪の中にそうすると例えばちょっと前だとフリンジが出てしまったりとかあとパキパキしてしまうようなことこう見えてしまうとがあるんですけどもそれが一切ないですよねこう光り輝いてるところは光り輝いてて日陰の部分っていうのはしっとりとした髪になってると思います。 カンカンなりますよカンカンなっているところ撮りますよ、はい、全身撮るのも、えー、そんな離れなくていいんでね、えー、とても楽でしたでこういったしっとりした絵もとても良かったですようんなんていうんですかね、えー、まあこういう絵って、えー、こうレンズの性能って僕はとてもよく出ると思っていて えー、とってもシャープさが際立ってしまうとこういうや柔らかい幻想的な雰囲気合わないんですけども、えー、ピント面はき,きちっと合いながらもふ,わんふ,んふんわりとしたっていうんですかねほわんとしたっていうんですかねボケ味があるからこそこういった幻想的な絵、えー、マッチしてるんだと思います。 スナップ取りやすいです。まあ本はね85ミリでスナップやる人間なんで、えー、65ミリも当然スナップやってまいりました、えー、50ミリよりもさらに感覚的に一部を切り取るっていう手法ですよね写真的には本当にこうあそこの部分っていう感じで、ね、一箇所バシッと切り取るような感じです、ね、一部だけをこう切り取っていってね、えー、とそこだけを見せる、ね これがご趣味だともっとこう人物の足とかお尻とか車まで入るんでしょうかね。だけどサンダルを取りたかったんでサンダルを取りたいっていうこの欲求をですね、えー、気持ちよく満たしてくれる画角です。はいねおじさんたちが見てるのをスパッと切り取るいいですね気持ちいいですね。AF2 ですよはいね不思議に思ったんですよ街頭にですねスニーカー引っかかってんですよ。 誰が引っ掛けたんでしょうねなんてことをそこだけ切り取ったと <laughs> 見上げながらね。でこんな感じですよね。はい、<laughs> わかりますおなんかそういった面白さその自分が見せたかった面白さの一部分だけを、まあ、気持ちよく切っていくって感じですかね。これあの、えー、と実は横っと僕実は左側を向いていって画面の左側を向いていたところをスーッと黒人の方がローラースケートかなんかつけてってスーッと走ってったんですよ。そうなんでもうとっさ 向けてまあ AF で合わせた絵なんですけれどもね、えー、その時開放で撮ってたんで開放でしかこれ撮れなかったんですけどどうでしょうかねえっ、ー、と気持ちよくピント合ってますかねいまだに遠景は絞らなきゃいけないと思ってる人多いと思いますけどそんなことないですよ実はいいレンズほど遠景はですね開放で綺麗に改造しますからねはいいいレンズほど開放で遠景は改造します お姉様方いたんで雨の中一部切り取ってみました。はい。夜景もね行ってみました。あのー、手持ちで撮っております。えー、アルファね、えー、の手ブレ補正も施っておりますが、ISO 千六百で十五分の一秒で、まあ小さいのでここで脇をグッて締めながらパシャって静かにねシャッターを切っていくんですけども、うんやはり軽いっていうのはいいですよね。 大きいだけでも三脚持っていこうかなって意識させますからねえですけど小さいからちょっとチャ,チャレンジしてみるかって思わせてくれますよねこれはこうなんとか自分の取るものの、えー、と制限をおこうつけずに済んでるっていうのが実感できます夜景だから三脚持っていかなきゃっていうのを行ってみたら夜景だったからシャッター切ってみようかなって効能さも大きいと思いますよそれはやっぱり小さいからですよね。はい えー、スナップね取りながら背景もちょっと見てってもらいたいんですけどもどうでしょうかね、えー、円形絞りで、ね、こう綺麗にあのー、天光源円になってると思います円形になってますかねえっと周辺の方もお乱れることなく綺麗な丸になってると思いますこっち側でもやってみますどうでしょうかね綺麗でしょう綺麗でしょこれあの光がある 当たってるの梅のところっていうのは際立ってますがカリカリした感じなくて、えー、いかにもこう優しいこう春のと花にぴったりなあ描写だと思いますよ。一部ね見たものを切り取りながらね上上路の出るとこだけ取ってだけですよ。楽しいですよね。はいね、えー、葉っぱが当たってて。 輝いてたからそこだけ一部ね切り取ってみたりとかしてます、えー、65ミ、mm、リはですねやはりこう一部を切り取るのは大得意なのでこのような感じの作例にしてみましたこんな感じですね全作例見ていただきましたけどいかがだったでしょうかね、えー、共通して言えることは、えー、一番最初にも申しましたけれどもとても上質上品でクリアです出方としては それから、えー、レンズそれぞれのボケの個性はありますがすべて共通していることはとても滑らかだということそれから天光源はきれいな円形になりますということ写りの部分に関しては多分皆様方が気にしているとかそういうところでしょう。りりはは上等ですそれプラスやはり軽くくてて小さくてもっと 持ち出せるというところですよね。ここがこの i シリーズの売りになるわけです。えー、私、これ私からの提案なんですけどね。まず四本あるんで、四本揃えちゃえっていうのも一つの考えじゃないですか。いよ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 萩原ね。二十四ミリから六十五ミリだったら、二四七十のズーム一本で済むじゃん。違います。焦点距離、単焦点を持っていくっていうところがいいんでしょう。一個一個さ。 撮りたい画角でさそのカメラねもう首から今下げちゃいますけど下げちゃってこうやってあこうやって変えるわけですよこれが写真の楽しみじゃないですかそれで画角のによるその写りの違いからステップワークを楽しむなんともまあ素敵でしょ単焦点でやりたかったんですよねだけども荷物が多くなってしまう 特にスナップとか、ねまあ、旅行とか行った時に荷物が大きくなってしまうというのは動きを制限してしまうのでどうしても躊躇されますでしょだからズーム1本で分かりますですけどもこの i シリーズは小さいんでそれは全て解消されてますべて、はい、コンパクトですからね可能ですから4本あって1本ずつ今日は35秒の気分だなとかね。 1> 1本つけたもうそれで1日楽しむなんてのも面白いかもしれれませんよねそれから、えー、組み合わせ、まあ、僕は、ね、45mm を軸に4 5ミ、mm、リを軸に、まあ、短い方っていうのから入ってみるのがいいのかなって考えてますだから 45mm を軸にまだお買いになってない人というか持ってらっしゃらない方これからアイシーズ1本買ってみようかな 45mm と 24mm って,、mm 24 mm、って組み合わせを僕はおすすめ、まあ、あくまでも僕の好みですよ。 そうすると普段は 45mm をつけておいて旅行をとかスナップとかだけどそういうところって広く撮りたくなりますでしょお友達と撮りたいとか家族と撮りたいとかちょっと広く撮りたくなるときありますでしょそういうとき、ね、2つ合わせても5 0 0ムぐらい5 0 0ムちょっと切るぐらいと思うんです4 5 0とか4 4 0とか多分それぐらいですですよ1本入れといて1本つけっぱなし僕はこの使い方あのおすすめします。 と、えー、3 5ミリをつけておいて、えー、3 5ミリで日常の感じをとっておいてで長い6 5ミリを持っていって絵に変化つけるとかねこんなのもよろしいんじゃないでしょうかねこんな感じですね、えっと、スタイルに合わせて、えー、チョイスできます4本揃いましたので、えーね、これから1本ちょっと買ってみようかななんて方はですね、えっと、僕自身は4 5ミリがおすすめ。 えですけども,も 45mm 持ってるよって方ねえ全部どうぞって言いたいところですけどもまあこれは一度ですねご自身のカメラつけていただいてえつける機会がどっかにあると思いますのでつけていただいてそれでえなんとかな悩んでいただいてチョイスしていただければいいんじゃないでしょうかねえ絶対にですね皆様方の撮影のスタイルっていうものを変えてくれるはずです。 とにかく軽いというのがどれだけすごいかミラーレスですからせっかく小さいんですよせっかく小さいんでレンズも小っちゃくいきましょうよもう軽くいきましょうよ外出ていってシャッターの数,切り数を切りましょうよ数切ってこそです、えー、思い思いして億劫くにな,なるようなことじゃだめですよ小っちゃいもの持っていって撮りましょうそのライトな姿勢は必ず自分の写真館変えますよ、えー、自分のおいわゆるアイポジションから いろんなポジションに変えるそれから、えー、とカメラの位置を変えるだけでもそれから、えー、とカメラを持って出かけようという気にもさせてくれますしねカメラバッグの中に突っ込んでおこうだけじゃなくて普段のバッグの中に突っ込んでおこうとかね、えー、できますでしょそういったあ表現の広がり表現の広がりは場に持ち出してこそです、はい、まあそんな感じで強く言わせてもらいましたけどまあ あ僕自身はとても気に入って使ってますということですねはいさてえっ、ー、とご成聴最後までありがとうございました、えー、僕自身はですねえっ、ー、と皆様方にえっ、ー、とこれはいいものだったのでいいですよと素直に伝えております、えー、と i シリーズはですね特にミラーレスを持っていらっしゃる方、えー、おそらくですけども撮影スタイルを大きく変えて、えー、くれる一歩になるんじゃないかと考えております。 ぜひぜひです、ねえー、とお手に取ってみてそれで、えー、スタイルもそうですけども触ってみて重さを感じてつけてみてああ、これなら持っていけるか実感してみてください。えー、ありがとうございまししたた写真家の萩原和でした